酵素テブプロテアーゼは、その活性部位に、残機の触媒残機の一例を含んでいる。この散々機は、アスパラギン酸、ヒスチジン、セリンで構成されている。気質は、結合部位で結合しており、この三つの残機の隣に配合する。触媒散々機とは、いくつかの酵素の活性部位に見られる三つの、ハイアミノ酸の一式である。触媒散々機は、ヒドロラーゼ及び、 トランスフェラーゼ酵素で最も一般的に見られる。三塩基吸格剤三残基は、共有結合触媒のための嗅格性残基を生成するための一般的なモチーフである。この残基は電化リレーネットワークを形成して、嗅覚剤を分極及び活性化し、基質を攻撃して、共有結合中間体を形成し、加水分解されて生成物を放出し、有利酵素を再生する。 嗅覚剤は、最も一般的には、セリニア、システインアミノ酸であるが、時にはスレオニン、またはセレノシステインも含まれている。酵素の三次元構造は、配列上では、離れていても、散々期が正確な方向にまとまっていることを示している。機能の分岐進化と同様に、触媒散々期は修練進化の最良の例の、いくつかを示している。触媒作用に対する、 科学的製薬により同じ触媒解明が少なくとも23の別々のスーパーファミリーで独立して展開している。その作用基準は生科学的に最もよく研究されているものの一つである。トリプシンとキモトリプシンは1930年代に初めて生成された酵素である。1950年代にはトリプシンとキモトリプシンのそれぞれのセリンが 触媒的嗅覚剤として同定された。キモトリップシンの構造は1960年代に X 線結晶構造解析により解明され、活性部位に触媒散々期が配合していることが明らかになった。他のプロテアーゼの配列が決定され、整理されて、現在は S1 ファミリーと呼ばれる関連するプロテアーゼのファミリーが明らかにされた。同時に、 進化的に無関係なパパイおよびサブチリシンプロテアーゼの構造悪類似の散々期を含んでいることが見出された。他の散々期メンバーによる吸覚剤の活性化のための電化リレーメカニズムは1960年代後半に提案された。1970年代から80年代にかけて X 線結晶構造解析によってより多くのプロテアーゼの構造が解明され、 騒動な散々機及び類似した散々機が発見された。1990年代から2000年代にかけてプロテアーゼを構造的に関連した酵素スーパーファミリーに分類したメリップス分類システムは20以上のスーパーファミリーにおける散々機の修練進化のデータベースとしての役割を果たしている。進化に対する科学的制約がどのようにして 同じ散々機のきっかけ上に非常に多くの酵素ファミリーの修練のにつながったのかを理解することは2010年代に発展した。それらの最初の発見以来、酵素の正確な触媒機構について詳細な研究が増えた。1990年代と2000年代には低小壁水素結合が触媒作用に寄与しているのか、それとも通常の水素結合で機構を説明するのに、 十分なのかということが特に議論された。触媒散々機が使用する電化リレー型共有結合触媒に関する膨大な研究の結果、生化学の中で最も特徴的な機構が解明された。触媒散々機を含む酵素は、気質を分割するか、気質の一部分を第二の気質に移すかの二つの反応タイプのいずれかに散々期を使用する。散々期は、 酵素の活性部位にある相互に依存する残機の集合であり、他の残機と共同して、嗅覚的触媒作用を達成するために作用する。これらの三残機が一緒に作用して、嗅覚剤メンバーの反応性を高め、基質との共有結合中間体を生成し、それが分解されて、触媒反応が完了する。触媒三残機は、残機を嗅覚剤として用いて、 共有結合触媒反応を行う。吸覚性残機の反応性は他の三残機メンバーの反応機によって増加する。吸覚性残機はそれ自体が三によって結合及び安定化されている塩基により分局及び廃光される。触媒反応は2段階で行われる。まず活性化された吸覚剤がカルボニル炭素を攻撃し、カルボニル酸素に電子を受け入れさせ、 四面体中間体を形成する。この中間体への不殿下の蓄積は通常活性部位内のオキシアニオンホールによって安定化される。次に中間体は崩壊してカルボニルに戻り気質の前半を放出し後半はアシル酵素中間体として酵素に共有結合したままになる。この最初の脱力の放出は多くの場合 塩基によるプロトンの供与によって促進される。触媒反応の第2段階は、第2の気質の攻撃によるアシル酵素中間体の分解である。この気質が水であれば、加水分解が行われ、有機分子であればその分子が第一の気質に移動する。この第2の気質による攻撃は、新しい四面体中間体を形成し、酵素の嗅覚剤を放出し、第2の生成物を放出し、 有利酵素を再生することによって分解する。触媒散々期によって触媒される一般的な反応機構第2の気質によるカルボニル気質での嗅覚置換まず酵素の嗅覚剤がカルボニル気質を攻撃して共有結合したアシル酵素中間体を形成する。次にこの中間体は第2の気質の嗅覚剤によって攻撃される。第2の嗅覚剤が 水のヒドロキシルである場合、結果は、加水分解であり、そうでない場合、結果は、X の元移動である。セリンプロテアーゼの酵素反応機構を例えば、キモトリップシンの場合は、195番目のセリン即射が57番目のヒスチジンのイミダゾール間に近接し、さらにイミダゾール間のマイナス NH 基が102番のアスパラギン酸のカルボキシ元に近接している。 ありがとうございます。